皆様、ハイタイ。はい、本日はい、ということで本日は本部町にある海洋博公園に来ています。海洋博公園といえば何ですか？ジンベエザメ。あー、そうね、沖縄美ら海水族館、シャークナゲット、ね、シャークナゲット、熱帯ドリームセンター、カフェラテ、南洋マンタ、ジンベエザメ、ね、たくさん出てくるね。あれ、あれ、ね、あの、ほら、博物館、あそこ大好き。いいですね。お、みんな結構知ってるね、2人とも。はい、そうなんです。海洋博公園内にはもう様々な魅力あふれる施設がたくさんあるんですよ。で、今日はその中でも2021年6月にマナティの赤ちゃんが生まれたということなので、今日は、はい、マナティ館を見に行きたいと思います。赤ちゃんも見れるんですかね？あ、見れるかな、見れないかな、岩本かな。あ、ここにいます。はい、ということで、はい、今日はマナティ館に行ってみましょう。レッツゴー。ねえ、見て、マナティの骨。マナティの骨、おお、すごい、すごい。あばら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。15あるんだ。もういいって、第5、6巻、第5、6巻だから何ですか？さすがカネさん。ね、大きいね。向こうの方にもマナティがいますよ。あ、ここ大きい。そして元気。ね、すごい泳ぎ回ってますよ。ね、締めていいですかね。寄ってきた。やった。あ、そうだ、かわいい。やマナティ可愛いですね。可愛いね。で、なんかさ、マナティって人魚伝説のモデルになったとかはよく言われる、聞くじゃないですか。で、哺乳類ってことは知ってるけど、それ以外のことってあんまりなんか分からなくないですか？分からない。知らないですよね。全然分からない、ね、ちょっと知りたくないですか？知りたい。はい、ということで飼育員の方にお伺いしたいと思います。はい、で、本日このマナティについて教えていただく真壁さんです。よろしくお願いします。かわいい。で、早速なんですけど、はい、もうそもそもマナティってどういう生き物なんですか？そうですね、ちょっとあの沖縄にいるジュゴンと同じく海牛類、漢字では海の牛とかですね、海牛類の仲間になります。ジュゴンと同じように草食性のおとなしい動物ですね。草食性ってことは、はい、そうですね、食べるんですか？食べてるイメージが湧かないので、そうですよね、珍しいですよね。実はあのジュゴンは海だけに暮らしているんですけど、マナティは海の他にも生きてもすごく岸に近いところですね、浅いところ、水草が生えるようになって、へー、あの
湖だとかそういった淡水系のところに住んでます、はい、そうなんだ、はい、これ体長ってどれぐらいまで大きくなるんですか。そうですね、今がだいたい3メートルぐらいなので大きくなってもあと 3.5 ぐらいかなと思います。はい、海側なんですけど、あがだいたいそのくらいなので、ちょっと大きくなるぐらいかなと思いますよ。はい、大好物。母乳何ですか。沖縄ならではっていいのかな。皆さんがおそばに入れたり、中身汁に入れたり。え、七味これ、紅生姜マジで食べるんですよ。そうですよね。朝ジューシーとかも入れる。え、色を見る。フーチバー。昆布あ、ビバー。あー、フーチバー大好きなんです。大人勢いで食べますよ。大人ですね。ちょうど今赤ちゃんが見えているんですけど、そうですね、いつ生まれたんですか。はい、今年の6月16日に生まれましたので、もうすぐで半年になりますね。半年で今だいたいどのくらいの全長、身長が142センチ。意外に大きい。つい先日とか56キロですか。重い動物なので、はい、見た目体調よりも結構体重がいっちゃうことがありますね。そうなんです。だから猫を見てるとおばあさんなんかずっと沈んでますでしょ。はい、はい、沈んで動かない餌を安定して食べれるような体の仕組みを持ってます。結構骨が重くなっていますね。で、結構あの草食で水の中で生きてたって結構かっこいいですか。本当に。で消化時間がすごく長くて、食べてから本日になるまでがなんと一週間。他だけ食べるペースを使うので寝てる時間も多いです。可愛い。それなんか顔が愛らしい。ね、大きく違うのは尻尾。尻尾なんですね。ジゴンが手でしたよね。ジゴンの方はイルカさんと同じです。こういう半月っていうのかな、はい、この形をしてて海にだけ生きてるので、はい、あのうまく泳げるような体のスタイルですね。国内で実はマナティって9頭しか飼育されてない。国内で、この赤ちゃんも含めてなんですよ。で、あの飼ってるところも4施設しかないんですよ。で、繁殖に成功しても10日だけになります。一番最初にあの育ってきたのはゆでこちゃんという名前の、これも完全人工哺育で育ったものになります。で、2番目に生まれたのは動物園のプールにいるゆまちゃんで、このゆまちゃんですね、20歳10月になったので、これもまあ国内でプールの中で生まれた子供としては一番飼育最長記録だから、これを更新中ではあります、はい、このくるくる今回ったのはいろんな施設があるんですけれども、はい、やっぱりあのマナティが暮らしている水中ってちょっと濁ってたりとか、あの状況がつかみづらい場所でマナティも禁止に近いんですね。で、非常に近くなってくると結構あの触覚で物を感知するぐらい、あの感覚ちょっとこう鋭敏ではないので、周りの状況が見えるようにローリングしてるんじゃないかっていうような説もあります。生まれて1週間2週間ぐらいするとこの子供がこれを真似しようとして回れなくて大丈夫かわいい。すごい非常に何か練習必要なんだあれもっていう。そうなんですね。すごい可愛かったです、ね、あと半年ぐらいで倍ぐらいになっちゃうから、できれば小さく可愛いうちに見に来てほしいと思います。はい、動きゆっくりですけど表情が非常にあって、あの手の動きがすごく可愛いんですよね。可愛いですよね。あれでお野菜を両手で持って食べたりとか非常に可愛いので、まあ、ちょっとね寝ている時間に来た方は、まあ、ちょっと長い目で見てまたちょっと見に来たりとかして見に来てください。あとですね、声も静かにしてると聞こえます、はい、子供用のっていう靴ありますよね、はいはい、あんな感じの鳴き声で、聞いてみたい。で親子
したりとかしますので、はい、ぜひチャンスが出ればはい、ということで本日はマナティー館をご紹介しましたが、皆様いかがでしたか？かわいかった。初めてこんなに間近でマナティー見たんですけど、表情が愛くるしくて、ね、すごい噛み合してから食べてる姿、食べる姿も可愛かったです。人間みたい、ね、本当にだよね、なんかこう私たちの行動となんか似ていたし、表情もね、結構似ていましたよね、はい、でここマナティー館は実は入場料無料なんですよ、でその他にも沖ちゃんショーも無料で見れるし、もうね、海浜公園にただ遊びに来るだけでも本当に楽しめる施設となっていますので、ぜひこの魅力あふれる施設を堪能してみてください。今のこの赤ちゃんの時期は今しか見れないので、ぜひ皆様もマナティー館にお立ち寄りください。成長早いですからね。そうよ、子供の成長はね、早いからね。だからさ、次来た時もうね、もっと大きくなってるはずね、はい、でそしてこのマナティーにぜひ皆様も癒されてください。で海洋博公園遊びに行きたいと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。Take it.